こんにちは、内江町図書館です。本日は図書館キッズデーについてご紹介しようと思います。小さなお子様をお持ちの保護者から、図書館にも行ってみたいけれど子供が泣いたりしたら迷惑をかけちゃうから遠慮してしまう、そういった意見をいただくこともあり、そんな皆さんにも気兼ねなく図書館や絵本を楽しんでもらいたいとの思いから、図書館キッズデーを創設しました。キッズデーは毎月第4土曜日で、今月はあさって22日です。このキッズデーでは、小さなお子さんが泣いたり大声を出したりはしゃいで多少走り回ったりしても大丈夫、気にせず遊びに来る感覚で図書館を利用してください。キッズデー開催時には図書館司書がいつでも絵本の読み聞かせを行うサービスをしたり、布で作ったお菓子の家を出して中で遊んでもらったりすることもできます。どうぞご利用ください。内江町図書館ではキッズデー以外の日でも様々な取り組みを始めていて、図書館入り口前に絵本リユース棚を設置し、子どもが大きくなってあまり読まなくなった絵本を持参してもらい、小さいお子さんのいる家庭で活用してもらう取り組みをしています。また町在住の0歳児と6歳児を対象に絵本をプレゼントするサービスも行っています。また司書が勤務している日であれば、子どもの読書や読み聞かせに対してのアドバイスなども行っています。ぜひお子様と一緒に内江町図書館をご利用してください。お待ちしております。